ガーベラの出荷が最盛期を迎えています。愛知県豊川市内にある温室ではおよそ40品種のガーベラを育てていて、生育具合を確認しながら丁寧に摘み取っていきました。ガーベラは1年を通じて出荷していますが、暖かく気候が安定するほか、母の日のプレゼントなどの需要が増えるこの時期が出荷のピークで、4月18日は良い花の語呂合わせでガーベラ記念日に制定されています。安価な花なので、お店とか帰りの店頭とかで、あのスーパーとかにも置いてあるんですけど、一輪でもいいので買って飾ってみてもらえたらいいのかなと思います。